最果ての魔王ディープブリザードのレディオクローゼット、我は最果ての魔王ディープブリザードである。みなこんにちブリザードであるぞ。この番組は絵に関する疑問質問お悩みに魔王目線でお答えするラジオ番組である。この番組を聞いて少しでも週末のお絵描きが楽しくなってほしいなと、毎週金曜の更新をしておるのであるぞ。いやー、ほんと激動の9月であったというか、9月に何したのかもうほとんど覚えてない毎日毎日が多分普段の3倍4倍の忙しさ、まあ、いろんなことをちょっと今やらせていただいてよって、それが今年の末から来年とかいろんなことにかけて少しずつみんなの目の前に出てくることだと思うので、楽しみにしていただければなと思うんだけれども、まあまあまあ一息まだついたとは全然言えないんだけれども、とりあえずこのレディクロを取るというペースとかは守っていけそうなので、それは良かったなと思っておるので、であるよ、まあ魔王、まあここ数日めちゃくちゃモチベが上がっておるんだけれども、それはなんでかわかるであるかの？そう、お芋の季節もう9月ぐらいからも結構始まっとったし、なんなら去年今年なんかすごいこう冷えたお芋のスイーツ、なんか焼き芋を冷やしましたみたいなのが結構通年で売られておったよな。あれってそんなに前からあったっけと思って、なんかいろんなところでこう冷えたお芋あります、冷えたお芋ありますみたいな、そんなお芋売ってくださっていいんであるって思っとったんだけど、けどやっぱりお芋の本番はこの秋であるよな。だったので、その秋本番のお芋がいろいろちょっと買えるようになってきたりとか、それこそこう飲み物とかにお芋が使われたりとか、スイーツだとか、あとその焼き芋も今年のお芋そろそろ始まりますみたいな告知が入ってきて、10月ぐらいのお芋っていうのはまだ取れたてなんで、実はまだあんまりねっとりした感じの蜜芋というよりもサクサクホクホク系の、ややあっさりめと言ったらいいのかな、ホクホク系の焼き芋が食べられるので、それがすごい楽しみで、秋冬が深まってくると蜜が溜まってねっとりしてくる感じの蜜芋もたくさん出回るんだけれども、どちらも魔王は好きなんでな、楽しみたいであるし、あと今年は本当にお芋を楽しむっていうスイーツがめちゃくちゃ出てきておるんだな、それも楽しみにいただこうと思っておるので、本当魔王は去年も多分去年の同じぐらいの時期のレディクロでお芋が出たであるって絶対言っとると思うんだけど、こればかりは許してほしい。魔王のお芋好きは本当にこの秋深まってな、食がよりこう鮮度のあるものというのから、こう一年かけてじっくりと熟成されて作られてきたものをいただくっていう季節になってきて、それをなんか味わうとこうすごい、こう例えば夏とか春のさっぱりとしたこうみずみずしい感じの食べ物でもなく、こう冬の冷たい時期に食べるからみたいなのでもなく、この一年春や夏の日差しを受けて育ってきたものたちがこうじっくりと溜めてきたものがお口の中に入ってくるかーみたいなのを楽しめるのは今だけなので、許してほしいのである今回も皆からいただいたご質問にお答えしていこうと思うのであるぞ。ラジオネームミント味パン殿からいただいたご質問である。ご質問ありがとうなのであるぞ。魔王様はじめまして、いつも動画にラジオ楽しく見させていただいてます。今回は魔王様に悩みと質問があってメールさせていただきました。私は絵を描こうと思い始めると、あれこれ描きたいものがどんどん浮かんできて、それを絵に加えたりしているうちにいまいちいい感じにならず、ラフを捨てて描き直してを繰り返しているうちに、だんだんとラフがまとまらないことにモチベーションが下がってしまい、お絵描きをやめてしまうことがよくあります。そのせいでラフだけはたまる状態になってしまっています。質問内容は、魔王様はどうやってラフから絵までイメージ通りに完成させてますか？どうすれば描きたいものを
ちゃんと書けるようになりますか？の二つになります。魔王様が普段そういうことを考えて絵を描いているのか知りたいのと、ラフから先にちゃんと進むために心がけることがあれば伺いたいです。難しいようであれば二つの質問のうち一つで構いません。季節の変わり目で体調崩しやすいのでご自愛ください。ということで、ご質問ありがとうなのであった。やはりな、こう絵を描いていて思い通りに描けない、自分の描きたいものがうまく描けない、何を描きたいのかがわからない、描こうと思ったけれどもうまく描けない、いろんなことで描きたいと思っていることが描けなくて苦しんだり悩んでしまうという壁にぶつかってしまうポンポコリン、きっと多いと思うので、今回取り上げさせていただいたのである。ではまず、魔王のお答えからお答えさせていただこうと思うのであるぞ。筆を動かす前に計画をしっかり立て、それを最後まで実践すれば書きたいものを書き続けることができる。なのである。どういうことかというのをお話ししていこうと思うんだけれども、まあ我もこれは落書きとかをする際にはよくやっているんだけれども、何も考えずにこう筆を走らせてなんかいい感じになって、じゃあこれ清書して書いてこう完成させるみたいなことは我もよくやってはいるんだけれども、例えば業務であったりとか、こういう絵を描いてこういう風に見せたいって思っている時などに関しては、まず我はメモを取って、そのメモを必ず見ながら書くようにしておるのである。そのメモというのが、まあまず何を書きたいのかということと、それを見た人がどういう風な感想を持ってもらえるのか、そしてその絵を描くためには何が必要なのかという3つの点である。まあ、まずやっぱり何を描きたいか、例えば半剣キャラを描きたいのか、オリジナルキャラを描きたいのか、こう、例えばよそ様のキャラクターを描くのか、自分でキャラクターを生み出すのか、多分そういうことでも全然何を描きたいのかって変わってくると思うんだよな。多分みんなも何を描きたいのかっていうのはなんとなく浮かぶとか、ああ、あのキャラ描きたいなとか、こういう絵描きたいなみたいなことが、ふわーっと浮かんでくることってあると思うんであるよ。そういう時には、まず、スマホとか、走り書きのメモとかでも良いので、何を書きたいのかっていうのをメモすると良いであろう。で、これが結構大事なんだけれども、絵の印象っていうのは何を書きたいかだけではなく、見た人にどう感じてほしいか、どう思ってもらいたいかというのが大きく関わってくるのである。まあもちろん自己満足の自分が楽しければ良いであれば、これは考えなくて良いんだけれども、例えば見た人に、わ、可愛いって言ってほしいのか、わ、かっこいいって言ってほしいのかでは、絶対に描く絵の内容というのは変わってくるというのはわかるであろうか。なので、例えば見た人が可愛いとか、思わず画面のいろんなところを見たくなっちゃうとか、こう思わずハッとさせられてしまうとか、いろんな感想があると思うので、ざっくりでも良いので、まずは見た人にどう思ってもらいたいのか、ということをメモしておくと良いであろう。そして、まあ、これは結構我も、この後、まあ、ちょっと大まかにラフを書いてから決めたりすることもあるので、順序がちょっと前後するんだが、例えば、あ、じゃあ今回は楽器を持たせたいから、例えば笛を持たせようとかだったから、あ、じゃあ笛の資料をちゃんと集めようとか、背景でこう現代の街中を描くから、じゃあ現代の街の写真とかを自分で用意しようとか、なんかいい感じのこう背景がないかこう Google で調べてみようとか、あとフリー素材で使えそうなものはないかとか、3D 素材でないか、そういう風に、自分がこれから描こうと思っている絵に対して必要になる資料とか素材っていうのがあるのであれば、それは先にリストアップして用意しておくと良いであろう。描きたいものがあるけれども、例えばそれこそこう楽器って描くの難しいと思うんだけれども、その楽器をなんとなくで描いてたら適当な絵になってしまうし、だからといって頑張って描こうとしてもちゃんと調べなければ、絵というのは完成させることができないので、きちんとそういうのを調べていないとモチベーションが下がって、結果、絵を完成させられないままということもよくあるというのは皆ももしかしたら経験があるかもしれないのである。なのでそうならないためにも自分がこれから何を書き、そこには何が必要なのかというのはきちんとメモをしておくと良いであろう。そして今回、それをより実践的にきちんと残しておきやすくするための教材をこのデディクロで配布しようと思うのである。それが、ババーン、イラスト制作メモなのである。こちらに先ほど言った3つのステップ、何を書く、見た人にどんな感想を持ってほしい、書くために必要なものは何、この3つを
記録して、それを傍らに残したり、印刷しておいたりしながら、お絵描きに挑んでほしいと思っておるのである。ちょっとここにこんな風に書いたよっていう実例のメモを残しておこうと思うんだけれども、こんな風にメモを残しておけば、絵を描くときにより計画的に、そして最初に描きたいと思った初期衝動をきちんと絵にすることができると思うのである。どうしてもな、こう絵を描いていると、あ、こういうのも足してみよう、こういうことにしたらどうかな、あ、これこのキャラで描いたらどうかな、みたいな感じで、割と最初の初期衝動、これを描きたいっていう気持ちっていうのは薄れてしまったり忘れてしまうことが多いというのは、みんなも経験があると思うのである。それを忘れないためにも、何を描くとか、どういう感想を持ってほしいっていうのはきちんと書いておくと良いであろう。そして書くときに必要なもの、メモというのは、意外と書いている途中とかラフを書いているときに、あ、これ面倒だからちゃんと後で資料調べとかないと面倒だなってこと。例えばこう流行っている服のデザインだとか、こう細かい靴のディティールをちゃんと書き込もうとか、ちゃんと髪の毛の色とかの流行トレンドいろいろ押さえておきたいなとか、そういうことをメモしておかないと、自分の苦手なところだったり、書き慣れないところになった時に、めちゃくちゃモチベーションが下がっちゃうのであるよ。なので、それを防ぐためにも、このイラスト制作メモを使って、実際に絵を描く際に、どうやったら良いのか、どういう風にすれば自分の描きたい通りに描くことができるのか、というのを実践してみてもらえると嬉しいのであるぞ。また、このイラスト制作メモ、そのまま使ったりとか、SNS に投稿したりとかしていただく分には全然大丈夫なので、商用利用以外であれば、まあ、言ったらこのイラスト制作メモを使って何か金銭が発生するようなことや無断転載などしないなどであれば、こうメモを書き込んだものなどを SNS に掲載する、お友達に見せたりするなどに関しては全然大丈夫なので、ご自由に使っていただければと思うのである。であるし、このイラスト制作メモ、皆の制作のモチベーションに合わせて5パターン、柄や無地などを用意しておるので、お好みに合わせて使ってもらえたら嬉しいであるし、先ほど我が最初に言っていた通り、メモ帳だったりスマホのメモなどを使って同じようなことをメモしておくということでも十分に意欲を発揮することができるものなので、ぜひぜひ活用してもらえると嬉しいのであるぞ。いかがだったかの？皆からの疑問・質問・お悩みはこの動画のコメント欄、公式サイトの質問フォームから、そしてツイッターでハッシュタグシャープレディクロでつぶやいていただければ、魔王がお答えするのであるぞ。また各種配信サービスにてポッドキャストレディオクローゼット P も配信中である。詳細は動画概要欄をチェックしてほしいのであるぞ。ではまた次回、お絵かきしながらお会いしようなのであるぞ。動画のご視聴、誠にありがとうなのであった。よければ、チャンネル登録、高評価、通知のオン、そして SNS のフォローなどもよろしくお願いいたすのであるぞ。